のでおポッポだ。ああなるほど、これはこれあってピジョンにしようかな。あとでピジョンにしようかな。なるほどね。なるほど、そういう感じか。よっしゃー、じゃあピカチュウバージョン待って。テレレッテッテレレッテッテレー。まあ、今モンスターボールないしな。ね、バッグの中身はあ、雨ボトルとかあるんだ。へー、回復ポッケット、技マシン、強化ポケット、バトルポケット、捕獲、お、置き換えトランク。ああ、置き換えトランク。へえ、それで置き換えできるよね。雨ボトル。おお、あ、お、女の子だ、やっぱり。お、今、今、ちゃんと今、ちょっとで。ちゃんと今、メンバーや。手持ちポケモン。おお、やっぱりイブ、女の子だ、よかった、マロにしてて様子を見る。エボエボ、かわいいな。かわいいな。気まぐれな性格、とても不思議な力で関東地方にやってきた。とても不思議な力ってどうなんだ。二人目がやったら昼寝をよくする。へえ、いいねいいね。なるほどね。そういえば私、あのこれモンスターボールなんですけど、あの最初からミュウが入ってるって言うんだけどさ、どうやって出すんだろうね。とりあえず進めていきましょうね。よし、行こう行こう。道に段差があるだろ、飛び降りのちょっと怖いけど、マスターターンに変わるときは早く帰れていいよ。ああ、そうっすか。なるへそへそへそ。あ、またつぼみだー。おっと。あ、野生のモンスターが飛び出してきた。あ、一応モンスターボール持ってるんだ、バッグ。へー。あ、50個も持ってた。逃げていいですか、ちょっとね。あ、はい、諦めます。うまく逃げ切った。じゃあ、一体逃げていいですか。ちょっとね、マダツボミか。そうか、なんかね、個人的にはポッポが欲しい。あ、でもマダツボミは欲しい。マダツボミゲットしとけばよかったかな。あれだよ、あのたけしの時にすごいいいよね。ちょっとマダツボミもう一回やるか。マダツボミをゲットしよう。マダツボミ、いや、私背のマダツボミを飛び出してきた。よし、じゃあ構える、いきますよ、せーの、ほい。あ、どうだった、くっそ、もう一回。じゃあ行きますよ。構える、あれ違った、構える、ほい。あれ当たんね。嘘だろ。ほい、当たったー。そう、マジかよ、もう意味わからん。あ、女の子だ。あー、ボール、新しいポケモン、テクニックスロー。あー、もう何回投げたと思ってんだよ、クソが。経験値を12もらった。おー、それで経験値もらえるんだね。なるほどね。マダツボミのデータが新しいポケモン図鑑に登録されます。マダツボミ、草、毒、フラワーポケモン、温度が高く湿度のあるところを好む。ツルを使って小さな虫を捕らえて食べる。うーん、おっ、捕まった記憶とかもちゃんと出るんだね。なるほどね。動きを見る。動き、ワイ。動きを見るでワイだったね。ワイ、ワイボタン押せないんですけど。マダツボミを手持ちに加えました。マダツボミ、女の子だ。あ、名前ここで変われるんだ。へえ、マダツボミのニックネームは、よいしょ、ツボ。つぼちゃん、つぼちゃんだよっと。よし、つぼ、つぼちゃんよろしくね。よしね、よし。いやー、楽しいですね。楽しくね。当たらなすぎだろ、ボール。ボール当たらなすぎだろ。いい加減しろ。ボール当たらなすぎだろ、マジで。そうだな。じゃあ次、ポッポにし、ポッポにして。ポッポ、ポッポ、ポッポ。なんとなくポッポが欲しいんだ。飛行要員。あ、野生のポッポが飛び出してきた。ポッポ多いな。じゃあ、じゃあ構える、ほい。あれかーい、ほい、エクセレント、よいしょ、やっ
った、ポッポゲット。すごいねこれ、ちゃんと。へえ、すごいな。ポケモンを捕まえることで経験値をってことだね。じゃあどんどん捕まえないといけないね。めんどくせえなクソが。おとなしい性格で襲われても反撃せずに砂をかけて身を守ることが多い。手持ちに決まりました。そうか、手持ち、そうか、名前を変えるときはちゃんと手持ちポケモンでポッポッと選ばないといけないわけですね。ちょっといっちゃん様子を見よう。様子を見る。どうせ砂かけしか覚えてないん、どうせ砂かけしか覚えてないんだろ。あ、耐えたり耐えたりです。砂かけね。はいはいはい、わかりました。はい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 。じゃあポッポの、名前を変えましょう。名前、ポッポの名前は、昔ピカチュウバージョンで名前をつけた名前にします。はい、トビッチになりました。はい、トビッチ、はい。昔トビッチって名前にしました。はい、トビッチ。はい、だるいっすね。まあそんな感じでちょっと収録もあれだからな。あ、いや、次の町に行ってからにしようかな。一旦と収録を止めるな。お、どうしたどうしたどうした、イブイ。お、お、どうした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 。モロは茂みの中から何かを見つけた。おー、ありがとう。そう、へー、いくるなよ、いっぱい。どっちか、あ、コロッタが来た。コロッタか。ネズミって名前につけてやるぞ。あ、野生のコロッタが飛び出してきた。わざ、じゃあ、か、レベル3、CP 級。じゃあ、構える。ほい、ナイス。おー、やったー、コロッタ捕まえたー。いいね、いいね。あ、レベルアップー、やったぜー、やったぜー。みん、おお、やったぜー。成長、成長。たれん、なるほどねー。はい、こらったこらったって、私が続いておりまーす。牙が2つ、とにかく何でもかじってみせる。1匹見つけたら40匹はそこに住んでるはず。イエーイ。動きを見たいけど見れないのかな。よいしょ。あー、動きを見たいけどモンスターボールだから動きを、あ、こういう手、こういう感じで、うん、こういうことしかできないんだな。くそ、動きが見れない。Y ボタンが押せない。じゃあコラッタの名前もつけてあげよう。コラッタの名前は、違う。コラッタの名前は、名前を変える。ネズミでいいや。くそ。よし、ネズミ、ネズということでね。くそ。Y ボタンが押せない。 Y ボタンがないから押せない。 Y ボタンが押せない。モンスターボールは本当決定とキャンセルしかできないんだな。なるほどね。後で変えようね。いいポケモン連れてるじゃん。僕も気に入りのポケモン連れて歩く。後で勝負しようよ。あー、しません。しません。トキワシティ、お得な掲示板、モンスターボールがなくなったらフェンディショップで買おう。あ、ロケット弾がいる。あ、仕方しとこう。ポケモン図鑑作ってるかならおしゃがあるとぼすじゃ。フェンディショップでたくさんモンスターボール買うといいぞ。わかりました。まずはこの中に入って、どうしたら EV ゲットできるの。そうか、幼女トレーナーと異なるスペースを叩ける相手のポケモンより先ほどいるよ。はい、そうですか。あの EV が、EV やりたいな。ミュウが欲しいんですけど、どこで手に入りますか。ミュウはどこで手に入るんでしょうか。おじいさん、
そのマガジンラックの方はご注意ください。と受付の姉ちゃんが取ったか親切やろう。おポスターすごいな。あはい。秘術と呼ばれる技を使えば木を切って道を作ったり暗い場所も明るく見えたり便利なことだらけ。あなたも秘術な学んでみませんか。関東秘術協会。なるほどね。なるほどなるほど。Y ボタンとか押せないのすごい煩わしいんだけど。芋虫ポケモンには2種類いるって知らない。はい知ってるけど、キャタピーは毒がないけどベルダには毒があるよ。ポケモンが刺されないように気をつけてね。他にもいっぱいいるけどね。モスタイプってどうしたどうした。あーもうごめんごめんごめん。なーに何か見つけた。あー綺麗な羽、あんまり使えないけど綺麗な羽、綺麗な羽、綺麗なだけで何の効果もないごくごく普通の羽、何も使えないやつね、何も使えないやつ知ってる、そんな知ってる。おお君はマサルタウンから来たんだね。大木戸博士を知ってるね。これ頼まれてんだけど今手離さなくて、大木戸博士に渡してくれるかい。お届け物預かった。おお、じゃあ沖田さんよろしく。ああまあモンスターボールなんだろうな。今すぐ研究所に戻ろうかな。はい、じゃあとりあえずはよし戻るか。えおお歩かなくても戻れる。あのはいお届けます、お届けますっす。おおルビコどうだ、いるイーブの様子は。んんバイなんだかわいいな。おおイーブやすっかりルミ子の相棒気分じゃ。お前ポケモントレーナーの才能があるな。えわしに渡すものが。ルミ子は大木戸博士にお届け物を渡した。おお届いたか注文の品、どうもありがとうよ大木戸博士。俺のピカチュウを技を。わあルミ子何それすげえ、イーブに乗っかってるじゃん。こうだろうか、グッドタイミング、いいものが届いちゃうんじゃ。二人にやろう。随の実をもらった。あ、そうですか。おいしそう。こらこら、そりゃポケモンが食べるもんじゃ。ポケモンを捕まえるとき、ボールを構える前に随の実をポイッと投げればポケモンが喜んでグッと捕まえますから。そっか、あぶね、俺食べちゃうとこだった。かわいい食いしん坊。二人ともポケモンをたくさん集めるの気に入る、気に入り育てるも二人の自由じゃ。楽しくやってくれ。はい、それだけか。あー分かった、俺ポケモンたくさん欲しい。でもそれだけじゃなくて強く育てたいんだ。分かりました。待った、出た。ポケモンは捕まえるだけじゃない。そうだね、忘れてちゃいけないよ。これはね、忘れちゃいけないやつ。トレーナー同士で戦わせることができるんだぞ。知ってます、どんな感じか俺が教えてやるよ。いざ勝負。そうライバルと言ったら一番最初に戦うのはライバル、ポケモントレーナーのコウタロが勝負を仕掛けてきた。画面が見切れてる、画面が見切れてる。ピカチュウかわいい、ユキンボロンかわいい。いやーかわいいっすね。あのね、この画角が広いのか私のテレビが広すぎるのか、ちょっとね端っこがちょっと見切れてるんですよ。まあいいわ、とりあえず戦いましょう。じゃあそうだな、じゃあ先制攻撃を取って転校生か。おおちょっと電気ショック、あ攻撃の音が鳴る。これ攻撃の音がここから鳴ったよ今。うわー今ヒッター、まあヒッター電光石か。動けない、なんてこった。そういうところやっぱピカチュウはすごいところだよな。じゃあもう一回電光石でいこうか。嘘だろ、
ずるい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 、それずるいな。頑張って EV、 EV 頑張って。もうここは体当たりへ、いや電光石火で行こう。行け今度こそ動け。おお、攻撃が下がった。さあラストはもう電光石火で行こう。これね、ここから本当ここからこのモンスターボールから音が流れる。おお、31経験値もらった。やったぜ、やったー。あれ俺負けちゃったの？かわいい。あー偉そうに言っといて俺恥ずかしいじゃん。ちゃんと育ててから戦えばよかったよ。これからも時々勝負しようぜ。ルミコ初めての勝負はどうだった？相棒のイーブもよく頑張ったな。回復できませんか？あーこれはさ、あーなるほどね、こなるほどね。あれ回復してる。あーす、回復しなくても別にいいんだ。あでもこれは特別に回復してるって感じだな。よし、とりあえず一旦あれですね、一旦収録を閉じて次あるかな。まああればの話ですけど、やっていきたいと思います。ではさらばじゃーん。ウェイ、皆さんのみちゃん、さくらまるびかと ZNSZL で続きやってまいりましょうっていう話なんですけど、ちょっとね、多分ブログでも書いたと思うんですけど、レベルがすごい上がりました。何したかって大変なことになりました。まあ動画内でも言ってるし、私はちゃんとミュウもゲットできまして、まあ、こんなことになってしまいましたとこんなことになってしまいましたこんなことにもうこんなことになってしまいました。まだこの子はまだあれだけど、もうこんなことになってしまいましたということでこの状態で進んでいきましょう。さてよっこいしょっと、よいしょ。ルミコちゃん、何ですか？ EV 乗せちゃってもう相棒って感じね。そんなあなたたちにビートプレゼントくれて。ルミコお姉さんからスポーツウェアをもらった。おお、ルミコスポーツウェアを着替えトランクにしまった。 EV に着せてみて、おそろいの服で冒険よ。バーイ。あら器用に腕に乗るね。かわいい。マロはとっても嬉しそう。ほうほう、あ、触れ合いとかなんだ。触れ合い、マロンと遊ぼう。ジョイコンマロンに重ねて手をかさそう撫でることができる。こいつをまあ押すとつっついていれば人を選んで撫でられるよ。 Y を押すと手が真ん中に戻るよY ボタンないんすけどね、私ボールで操作してるから Y ないんすけどね こんな感じで、ね、こんな感じ、あーかあんかわいい、これかわいいな、あーかわいい、これでこれはここはあかわいい、これおー、どこが嫌だったかな。あ、ここは顔は嫌だね。顔屋っぽいね。顔屋っぽいね。あ、もういいよってことか。もういいよってことか。うん。分かった。もういいよってことか。了解。もういいよってことね。うん。EV行ったらあなた遊びたいみたい。時々変わってあげないとね。あ、そうですね。マロンと遊ぶか増えた。やったぜ。選ぶとマロンたちと遊べるよ。あまりやりすぎるともういいよってなっちゃうんだね。なるほど、了解した。じゃあそうだね、バッグで着替えトランク、マロンの服を選びましょう。じゃあ今のところは帽子かな、帽子キャップ、スポーツキャップ、あーいいね、かわいい、スポーツキャップに着替えました。他に、ね、洋服とかあるの？スポーツウェア、スポーツウェアに着替えました。どうなの？ルミコに変える。あ、なるほど。
なるほど。で、これポケモンの様子を見るとかで出れるのかな。手持ちポケモンでマロンちゃん様子を見るでできるのかな。エゴ、おお、ちょっとちょっと違う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 、お前ら違う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 、おー、ちょっと回り込んでみたいんだけど。なるほどなるほど、ちょっと画角ちょっと設定するわ。よし、じゃあ行く。じゃあこのままで、よいしょ、ね、こうやってね、あー、ちゃんとウェア着てるっぽい、着てるっぽいのかな、着てるね、多分ね、着てると思う、着てると思うね。あ、ちなみに、どうしようかな、山寺を連れていこうかな。山寺ちょっと外にです、ボールから出しようかな、山寺と、あ、なんで山寺か、まあ、山寺、まあ、山寺さんとね。じゃあ、どうぞ、どうぞ。もうね、レベルが大変なことになってるから、もうこのまま、このままだ。あ、行こう。お、なんだ？さっきありがとう。フレンドリーショップは便利な道具屋だからね。ぜひ買いに戻ってきてね。そうだ、見本をあげよう。どうぞ。気づく予定にいた。何個ですか？回復ポケットしちゃった。トレーナーとショップするとき、気づくことがあるから、そんなときは気づきで使ったけどね。そうか。じゃあ、どれぐらいもらったんですかね。いつも1個ぐらいし、そういうのって1個ぐらいしかもらえないよ、もらえないよね。やっぱ1個出した。はい、知ってました。知ってました。はい、1個ですね。知ってました。まとめてください。あー、まとめてください、もう。おっと、トレーナー同士目と目があったね。僕の気に入りのポケモンと勝負してよ。嫌な予感しかしない。いや、レベルが大変なことになったので大丈夫なんでしょうか。タンパクトの太一が勝負を仕掛けてきた。あー、イーブちゃんと来てる。タンパクトの太一はクラッとクリでした。いけいけいけ、マロン。いやいや、このレベルの差よ、このレベルの差よ。1個のレベルですよ。二度蹴りしてやれ、二度蹴りしたれ、一撃。ごめん、タンパコゾ、ごめん。申し訳ねえ、タンパコゾ強いな君、当たり前だろこんなレベルなんだから。モンスターボールもらった、もらった。ごめん、短パン小僧。そんなつもりはなかったんだ。今の僕みたいに努力にトレーナーと勝負になることあるかもよ。ごめん、短パン小僧。そういうつもりじゃなかったんだ。あれ、ルミコ嬉しそう。トレーナー勝ったのすごいじゃん。あ、そうだ。戦ったポケモンは体力とか技ポイントが減ってるから、ポケモンセンターでポケモンを預けて回復してもらうんだ。時間もお金もかからないぞ。戦ったら回復な。忘れちゃダメだぞ。はーい。一回止まったの。一回止まるの偉いな。お得な掲示板、ブレンドボリボリブレンドボリブレンドに感じた。ちゃんと読めよって感じね。あー、なんかあれだな、まあいいや。ここで、なるほど、ここでようこそポケモンセンターです。あなたも休ませるか。はーい、まあ、疲れてないけど。あ、かわいい。やったね、ありがとうございます。やったね、お待ちしてます。やったね。おー、なるほど。あ、幼女がいる。何匹預けるのか、ただしこのままに使っていいよ。知ってる。ミュウがいちいちうぜえな。まあとにかくいけてよかったということで頑張ろう。アニメやっちゃってる、どうしよう、もういいや。てんてんてん、結構そうだな、結構モンスターボール減っちゃったからな。私ノーコンだからな、ノーコンだからな。買いに来た。私41個、私もあの ノーコンだからね。どうしようかな。まだいいよね、でも、まあ、いいか。でもまだいいよね。いけるいけるいける、はい、いけるいけるいける、まだ大丈夫大丈夫大丈夫、まだ何でもいけるよ。傷薬とか、傷薬いらない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 、今のレベルならね、誰でも勝てそうな気がする。いらないいらない、大丈夫大丈夫。ノーマルタイプの僕なら二度蹴りで一撃だからね。あ、さっきここにいたやつがいなくなっちゃった。ここにいたロケット団がいなくなっちゃった、あの3人組。話しかければよかったな。まあいいや。わっ、かわいいね、かわいいね。
私には重いかも。だから一緒に歩くの。ラリー。うんうんうん。正しいっても知ってるよね。知ってるよ。知ってるよ。だってほら、あの、いるもん。いつ来るんだよ、このジムは閉まっとる。一体どんなやつがリーダーをしとるんじゃろうか。榊だよね。知ってるよ。どうせ榊だろ、知ってるよ。東京の僕のジム。はいはいはい、榊がいるんでしょ。知ってる知ってる。榊榊。まあもしくはグリーンかな。もしくはグリーンが帰ってきてる。うん、あのピカパン、ピカパンだとあの榊がいる。ピカパンとかさ、ね、赤緑青はなんかね榊がいるけど、うん、あれだよ、金銀とかハートソゴーハートソウルソウルん違うハートソウルじゃない、ハートゴールドソウルシルバーのやつはなんかグリーンがいたけど、うーん、ポケモントレーナーズスクール入ってる、入ってみる価値はあるか。なん学べ学びや、でれれれれ、なんかもらったりする、先生の爪とか。先生の爪もらえます？違うか。はい、皆さん、トレーナーでクイズ通報を読めるのは、そう、この教室で国語の本ですね。町は道の引き島も読んでいくでしょうね。あ、はい、そうですか。あ、なんかこの麻痺とか毒とか書いてあるんやろ。こっちお体の記憶に、どこを読みますか。あ、眠り、やけど、毒、氷、麻痺、1、2、3、4、5、6だから、これ、待って、解毒班。これの順だとしたら、惜しいな。麻痺とか解、なんか、あ、なんか、なんか書いてないかな。この順で、解毒館、解毒班、眠り、やけど、あ、なんか毒も、あー、くっそー、なんか、くっそー、解毒班、解毒班、まあいいや。まあね、なんでも直せば、なんでも直せばってなんだ。なんでも直しがあればね、いけるよ。じゃあ、さっさと、さっさと。まったりと行きましょうか。2番道路東京シティ2ビシティ。いやー、ミュウがいる、ミュウがいるっていいね。うん、なんか、あ、ポッポーだ。ポッポーはもういるから、っていうかもうピジョンになっとるから、もうピジョンになっとるからな。大丈夫なんだろうか。大丈夫なんだろうか。大丈夫なんだろうか。このレベルで、このレベルでなんかポケモンタイプの技を叩いるか分かってるのよ。知ってる、それぐらい知ってる。時計の群れ行くの、森は天然の迷路よ。迷わない勢い傷つけて、はーい、迷わないように、迷わないし、今しおるね、噛んじゃった。おお、てっ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 て、へえ、お得な掲示板。ポケモン捕まえると時持ちのポケモン経験値もらえます。大きいポケモンを捕まれば経験値もたくさん、小さくてもたくさん。あ、キャタピーがいる。キャタピー、このなんかシュワンシュワンみたいなことになってるの、どうなんだろう。